でこっちはこっちか、はい、なんかあれコックリさんをやって話しかけてきたのかな、なんか何年か前に去年だっけ死んだ本当だと思いたい妹たちの霊が出て呼び出されてみたいな話がしあって、はい、なんかそれであの助手ニキがやめろよっつってぶち切れ、そうそうそう、なんか途中までちょっと進めて進めて助手がやろうって言い始めたんだけどね、やったのになんか途中で急にもういいもういいって切れて、うん、どこ行ったのあいつ幽霊と話した時助手怯えてた、ああまあ平静を保とうとしてたけどね、妹のこと聞かない方が良かった、でもそのために戻ってきたんだろ、まあそうだけど、クリスとアシリがなんか仲良かったかも、クリスって誰だっけ、クリスは今操作してるんだよお前が、うん、後ろのやべえめっちゃ連勝だ、大丈夫かい、うん多分ね、ポルターガイスト現象でしょこれ、見て何を、本の後ろに何かあった、うん何かあったベースとハンナのヒントの出し方雑、なんでこんなところに僕も知りたいよ、押してみる、ボタンは押すためにあるだろ、あいい、いい言葉だそれはい、あ、今アシュリー操作してんのお前、うわアシュリーパネルが開いて頭がパン、なんか映画みたいな展開だったらラブコメがいいな、こんなんか雑のセリフ回しがなければないなければな、いい男なんだけど、知らなかったかも、ここ古いし、で入ってみる、お先にどうぞ、ダメ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 、私あと分かったよ、あでクリスも変わった、あランプ明かり持ってる方が基本的に操作なのね、みたいだね、じゃあ行ってみよう、っていうかあれな、うーん誰か見ている、監視カメラはダメだって、そこのそれで操作するんだ、なんかある、顔じゃ写真よね、これって何があったの、出したとって、まあ、裏もなんかあるでしょ、いや裏もなんかあるかなと思ってグッともう繰り返そう、あ、引きました、俺は奴らを捕らえ豚のように銃を引き裂いて血みどろにしてやる、あ可愛いハンナとベス、俺は16年を待ち続けた、今日裂いてか、はい、怖いですね、嘘だろ、どうする、これを見てよ、君のことをあまり怖がらせたくないんだけど、これを見て、え、それ何なの、やめろやめろお前、ウィジャーボードが僕たちに見つけて欲しかったものだよ、手がかり、そう手紙だ、この密室から出よう、てか密室から出よう、脅迫状か、クリスやばいよ、ジョッシュに教えなきゃ、今すぐに密室から出ようぜ、閉じ込められて死ぬ可能性もあるからいややめよう、なんか黄金のスイッチあるけど今関係ないの、今関係ないくさいね、もうなんでこいつらこんな不用心なの不用心不用心、びっくりするわ、アシストシステム、あだけアシストシステム今の何ジェシュはどこにいるの、もう部屋の構造忘れちゃったね、オープンでドア、ハンナとベスは本当に誰かに狙われてたの、だとしたらこんなの狂ってるよ、そうだ、ああさっきサムと一緒に見かけたものが気になってて、何、あ指名手配者の張り紙、西部劇っぽいやつでさ、それで、それにサムは誰かにつけられてる気がするって言ってた、え、それって山のどこかに犯罪者が潜んでるってこと、さっき言ってたやつがそうなのか、ちょちょちょ待って何の話、ワシントン家を脅してたやつ、建物を焼き払って復讐を果たすのが目的だって、しかもあの脅迫状を見つけたんだ、クリス今ので私を元気づけられると思ったら大間違い、そうだなやばいよ、今のはジョッシュの声よ、キッチンからだ、ジョッシュジョッシュ、閉まる、どうした、決めてくれ、アシュリー大丈夫か、待ってろ、すぐに、ガシガシやってね、開くんだ、アシュリーアシュリー、パンパンだよ話が展開してきましたね、展開早ない、うん、やっと話が展開してきた、あー吊るさられてしまう、怖っ、
っちゃカッポしてる。この人操作するのかも。いらないか。なんか割とでもサービス精神あるみたいよ。火つけた。サービス精神。出たよ、精神鑑定のおっさん。ドーボーイズみたいな貼り付けされてる。もう君が内臓が嫌いって言ったから本当にモツいっぱい置いてんだよ、ね、とマジ嫌だこの人本当に。いやーとか言うんでしょ。言わないよね。もう写真を数枚見せよう。君が親しくなった人たちの写真だよ、はい、知らない人です。だが実際はそこまで親しくないのかもしれない。いや 初めて見ました。いいかね、正直であることが重要だ、はい、これから見せるペアから好きな方を選んで、はい、時間をかけてもいい。重要なのは答えだ。はい、おー、サムとジョッシュ。サムの方がいいよ。サムの方がいいかな。ジョッシュなんか目が死んでるもん。それはついのせいだろ。どっちもエミリーの選択率の低さがやばい。みんな思ってるでしょ、うん、クリスとアシュリーどっちも変わんねえ。俺クリスの方が好きかな。あ、じゃあ僕もクリスかな、うん、どっちもどっちもだな。どうですか、僅差でマイクかな。マイクの方がいい、僅差で、はい。強いて言うならどっちもまあまあ。どっちもね。まだいいの？女子とエミリー？女子の方がいいでしょ。女子の方がいいかな。エミリー株低いな。エミリーうざいんだもんだって。それもアシュリーでしょ、チェス。うん、アシュリーだな。アシュリーはね、アシュリー何の問題も起こしてるの？今のところ問題ない。なんでその見下してくるの？教えてくれ。君が遊んでいるこのゲームの中で誰が一番嫌いかな、はい、誰が一番嫌い。エミリーの選択が。エミリーエミリー嫌いだよ俺も。エミリーでも今でも登場機会少ない。彼氏いるのだね。この国には合わないというわけか。早々にだってあれじゃないですか。自信のなさは裏を返してみれば過剰な自信というやつだ。考えるといい。何か思い当たることがないか。ああ、またもや時間となってしまった。今次回また話すとしよう。はい。なんでこう小道具を用意してくるの？うんうんうん、何あれ。